これすげえ数だぜ。伊達さん、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。キリュウ、頼んだぞ。夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ、今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさん、ねえ起きてよ、死なないでよ。したか、おじさん。したか、よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな。守ってやれなくて。おじさん、誰だ？片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。分かった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ、大丈夫だ。昨
国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことで、消してくれ。警察は今後、国会議事堂周辺の警備を強化するとともに、中原。もう動いても大丈夫なのか。待たせたな、兄弟。